はい、皆様どうもこんにちは。今回なんですけど、このパルワールド、私ね、完全クリア、まず時系列的にどうやって上がってるかわかんないんですけど、一応ね、100時間ぐらいプレイして完全クリアさせていただきました。いやー、神ゲーだった。本当に神ゲーだったわ。で、これから先はマルチプレイとか色々と他の遊び方をしていきたいと思うんですけど、まあ、とりあえず、現状まだ俺がサーバーを開けないんで、一旦、お茶濁しに、このゲームのハードモードっていう、このサバイバルゲームに慣れた人向けの難易度っていうのをやろうと思うんですけど、これがね、バカなんだよ。これ本当にバカなんだよ。で、カスタム設定で見ていきたいんですが、まず、まあ、この経過速度、昼と夜、まあ、一応俺は昼 0.5 倍の夜2倍でやってたんですけど、夜が長いと画面的に悪いから。まあ、ここは普通ですね。で、経験値の入水倍率 0.8 倍は終わってます。これ終わってます。これ、ちなみに、20倍にしても、最後きついです。20倍とかにして、レベルマックスにようやくなるって感じなんで、0.8 倍は、まあ、おそらく、1万時間ぐらいやんないと、レベルマックスまで持ってけないですね。でもって、捕獲率の倍率は、これ2倍でも足りないんで、マックス2倍なんですけど、2倍にして、ボスを体力1とかにして、状態以上にして、一番上のレジェンド、ウルトラスフィアっていうのを投げて、1% とか 2% とかになるんで、多分もう捕まらないです。伝説のやつは。この時点捕まらないです。これ捕獲率上がらないんで。あ、一応クルリス像っていうのをマックスまでつぎ込んだら、ギリギリいけるかもしれない。なんか100個ぐらい落ちてるんで。で、出現倍率は普通。で、これパルの与えるダメージが、あ、これ1倍なんだ。じゃあハードじゃないじゃんと思ったんだけど、これ、いやらしいことに、パルの与えるダメージって、自分のパルの与えるダメージも増えるんですよ。よって、このプレイヤーの受けるダメージを4倍にすることによって、こっちだけが不利になるっていう。こっちの火力上がってないのに。てか4倍ってバカだろ、マジで。もう1倍でもさ、相手の攻撃ほぼワンパンで死ぬのに、4倍は多分何でも死ぬね。さすがに最初のモコロンとかの攻撃じゃ死なないと思うけど、普通に多分落下死で足くじいて死ぬ。でもって、プレイヤーの与えるダメージ 0.5 倍は、足らなすぎます。僕、だいたい 1.5 倍か2倍ぐらいで足らなかったんで、いや、だから 1.5 倍か2倍でちょうどいいぐらい。全くプレイヤーのステータスを攻撃に振らないんだったら。0.5 倍は、まあ多分戦力にはなんないですね。はい。で、まあ、この辺は普通ということで、あとは最終アイテム 0.5 とドロップアイテムの倍率 0.5 は嫌がらせですね、ただの。これ。単純にただの嫌がらせ。これ3倍でも足りないんで、ちなみに。この辺もね、全部マックスにして、最後の方ちょうどいいぐらいになっちゃうから、ただ時間がかかるだけっていう。で、一番バカなのが、巨大卵の孵化にかかる時間72時間。これが一番、これもう意味ないです。卵。卵意味ないです。ゲーム内時間72時間なんでこれ。1時間なんですけど、普通の設定。初期設定1時間なんですけど、72時間。俺だって完全クリアまで100時間かかったから、完全クリアまでやって巨大卵1個孵化できるか孵化できないかとか、そういうレベルですね。72時間ゲーム放置しとったら、これ腹減って死ぬんで、寒さとかで。だからこれはもうないものとして、もうないものとして考えてください。で、襲撃イベントはあり。プラス、デスペナルティが全アイテムと手持ちのパル全部ドロップなんで、全てを失う。ということで、まあ企画としては、俺が死んだ瞬間、このワールドは破壊します、もう。せっかくなんで一回も死ねないという条件でやりましょう。どこまでいけるかみたいな、そういうチャレンジですね。で、これマルチプレイオンにするんで、参加してもらっていいんですけど、死んだ瞬間退場してください。だから絶対に集団行動とにかくみんな俺と一緒に集団行動してくれ。まあ、0.5 倍でもプレイヤー4人で殴りかかったら実質4倍とか思ったけど、あれなんだよな、これボスの体力とかちゃんと増えるんですよね、マルチプレイの人数に応じて。最初のエレパンダみたいなやつ倒せたら奇跡まである。もうボイスとかキャラクターの設定はガチ、何でもいい。どうせすぐ死ぬどうせ今日お別れするから。いや、どうなることやら。さすがにこいつらの攻撃じゃ死なないよね。一旦このラージャンで行くわ。ラージャンで一番弱いボスなんだろう。ナエモチか、ナエモチかオコジョなんですけど、11レベルぐらいの。あいつら、いけたらいいですね。とりあえず。
とりあえずあいつら行けたらいいですね。でちなみにこのゲームね、32人までって書いてあるのに100人サーバーとか立ててる人いるから、多分どんどん増えていきます。4分の9 やっぱり貫通してるじゃねえかよ。お、勝手にこれ入るのはいいけど、あのグランモスとか刺激すんなよ、ガチで。変なの刺激すんなよ。ちょっとじゃあちょっとさ、この辺のモコロンとかタマコッコの攻撃がどんぐらい食らうのか見てみる。これで死んだら、これで死んだら終わっとるけど、2レベのモコロン、2レベのモコロンで死んだらもう ゲームとして終わっとる。あー、なるほどなるほど、おらおらおら、なるほどね、2レベのモコロンの攻撃で半分ね。まあ、つまり5レベル以上だったら多分この辺のモンスターでも余裕で死ぬわこれ。これ危ないですね。もうつまり体力とかを強化する意味はない。これ何強化するのが正解なんだ。多分 HP と攻撃は意味ないで、防御はなんか触れなくなってる、なぜか知らないけど。なんでこれ防御触れないの、ステータスで。所持重量、まあ、作業速度かスタミナだな、さすがにスタミナだな。草、まあ、スタミナ火力みたいなもんなんでぶっちゃけ。お前らそんな、あれちょっと待って、みんなとりあえずギルド参加して、ギルド俺の一旦集合。これおのおの行動していいわけじゃないから、これ固まれ固まれ。これギルドに参加したらアイテムとか共有されるんで多分。そう、まずは作業台を作るところから。本当は違うところに拠点建てたいんだけどな、あそこの、まあ、一番見通しのいい滝のところに建てよう。これタバコここレベル3とかはいけるでしょ。いや火力たらる、痛い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 、待って、死ぬ死ぬ死ぬ死ねる死ねる死ねる。しかもこれ待って、スタミナないから危ない。俺これぜやばい、俺竹、あ、竹変わった、竹変わった、気をつけろよお前ら、これ死ぬから。体力マックスのやつしか行っちゃダメだ。あ、ナイスナイスナイス、怖すぎ。いやマジで思った以上にきついぞ。慎重に降りろよ、慎重に、足くじいて死ぬから。落下ダメージも4倍だからね。とりあえずここに作りましょうか。じゃあ、いや、テクノロジー開けてく順番考えた方がいいな。まあ、パルボックスとパルスフィアは確定で、多分メイン火力キャンプファイヤーだろ、どうせどうせキャンプファイヤーだろこれ。またちょっとじゃあ、とにかく自分で戦いたくないから、さすがにパルスフィアを作ろう一回。石石俺も殴る、そこ手伝うわ。最終鉱石 0.5 倍だから全然出てこねえ。あ、石ありがとう。全然、あ、やばい、おい殴んなよ、本当に全然出てこなくて、ワロトなんだけど。おしおし、ナイス、レベルアップレベルアップ。全然取れねえ、マジで。全然取れないくせにさ、壊れるの早いんだけど。え、これ1個の鉱石につき2個しか出ないんだけど、破壊までいって。僕ピッケル壊れる方が早いって。スタミナもないせいで全然触れないし。めっちゃパルスフィア貴重やん。これさ、ぶっちゃけペンタ捕まえたい。最初角紙とかペンタとかそういう系のやつが欲しい。なんかツッパニャンとかいたところで役に立たねえ。俺も邪魔すんな。はい、立てました。いやこれさ、捕獲力高めたいな。一番近いクルリス像を捧げる場所がこの辺なんだよな、多分。そこまで生きていけるかな。捕獲力1段階だけ上げときたいんだけど。襲撃確かにやばいな。襲撃イベント死ぬしかない。まあお前ら命がけで、お前らは死、お前らは死んでもワールド破壊されないけど、俺死んだらこのワールド破壊されるんだから、お前ら何としてでも俺を守れよ。誰もチェスト使えないの。こんだけいて。こんだけいて誰もチェスト作れないの。あ、ナイスナイス、チェスト来た。チェスト来た、チェスト来た。お、ナイスレベルアップ。そしたら、ノーマルシールド作る。ノーマルシールド、うわめっちゃ資材いる。みんなの資材を共有すればいけるか。よし、これで
パルスフィアを3個作れる。重要だぞ、このこの3つ重要だぞ。でも捕獲率がな 0.8 倍で、なおかつ単純にもう戦闘するのが怖えやっていう。どうしよう。モコロンは多分いらねえ。いやでも家畜牧場作るか。できれば戦闘要員欲しい。なんかあのペンギンの弱いやついないかな。キツネビかペンギンが欲しい。ちょっとみんなみんな来てくれ。ほら怖いよ一人で行くの。お、スフィア落ちる。でかいでかいでかいでかすぎでかすぎ。あ、キツネビだ。キツネビいたが3レベだったらいけるでしょ。これ3レベだったらいける。でもこいつ遠距離攻撃持ってるっけ。このゲームの遠距離攻撃エイム良すぎて、やべえスタミナなくて追いつけねえ。いや怖えなこれ戦うの。ほらちょっと一回様子見しよう。何の技持ってる。あ、持ってるわ。怖い。無理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 。ちょっと待って、それ当たったら多分死ぬぞ。あ、待って、卵ある。怖すぎだろ。ジン、ジン逃げるな。お前戦ってくれジン。俺戦いたくない。あ、待って、でもタゲジンが取ってる。これタゲ取ってるか。タゲ取ってない、取られてないやつが行くしかないか。これ、あ、待って、俺タゲ取ってる今。俺タゲもらってるわ。行ってくれ。あ、でもなんかジン一発耐えてね。危ないあ、切り方、タゲ切り方。これいけるか。41ある。はい、61。やばい、危ない。もうちょい終わらせるか。頼む、行ってくれ。よし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 。まずはキツネビ。ナイスナイス。勇敢なる戦士だこいつ。こいつが捕まえれたんだったら、キツネビのハーネスってこれいつ解放される。6レベか。ちょっと火炎放射器、あと弓が欲しい。弓がまず弓が欲しい。拠点のレベルを作業パルを出せばいけるんですね。とりあえず拠点のレベル俺上げていくわ。上げる。ちょっとした手違いで、ちょっとした手違いでこいつを刺激しそうなのが本当に怖い。あ、待って、誰か死んだおい、これ誰か死んだぞ犠牲者が出た、一人目の。あー、誰が死んだんだこれ。さよなら誰のチストなのこれ。お前のこれ無駄にしないよ。お前が命がけで捕まえたこの金属鉱石とかベリーの種は無駄にしない。俺が受け継ぐ。この辺のツッパニャンに殺されたんだろうな。うわ、待って、めっちゃ死んでるこれ襲撃かなんかあった。やばい、腹減った。すげえ死んでるんだけど。あ、いや、これあれだ。あ、死んでこれパルをドロップしたんだ。パルのドロップはね、こういう風にそのパルごと落ちるんですよ。お前のツッパニャンとモコロン無駄にしねえからめっちゃ頑張ってたのにこいつもうすげえ頑張ってたのにこのヌとこいつが死んだんだあ、これオフラインで分かるのいいな。死んだの卵孵化装置欲しいけど、これちっちゃい卵だったら何時間なんだろう。あ、でもあれだ、これさ、卵孵化器を解放するには古代テクノロジーを解放しなくちゃいけなくて、古代テクノロジーをゲットするためには何でもいいから一体ボス倒さないといけない。お、待って、苗持ち捕まえたいな、うん、こいつあの畑の肥料として優秀なんで、あと単純にね、あの、あ、角紙もいる。草タイプとか地面タイプとかもあのタイプ持ってるだけで偉い。正直強い、キツネビ強い強い。待って、殺しちゃう。これ怖い。これは捕まえれるだろ。マットショットみたいなの持ってるの怖いな。よし、え、ペン玉捕まえてるやついんな。そうだ、順番的に次ペン玉だな、欲しいの。ただ苗持ち捕まえたことによって草弱点でいけるかもしんない。おい、夜が来るぞ、夜が何ね、このキツネビ何、誰かキツネビ連れてきたでしょこれね、これやった方がいいんじゃない。これ誰か狙われてるよね絶対。これミオちゃん狙われミオちゃん狙われてるって助けないとこれ
みんなでやらないと。ミオちゃん守るよ。あ、ペンタマン、いいねいいね。戦わせよ戦わせよ。ボスレイドかのように、ボスとの戦いかのように慎重に動く。よし、ちょ、これ俺キツネビ2体もいらんから、キツネビあれ預けとく、ここに拠点に。誰か使っていいよ。おい、みんなこれ夜になったら分かってるよな、やること。このゲーム夜になったら一番最初にやらなきゃいけないことはネムラムの大量捕獲。全員ネムラム4体捕まえろ。最低限4体捕まえろ。あいつこのゲームの鍵だから、初動の鍵。絶対4体いる、ネムラムいた。あいつは、あ、待って、6レベル、4レベルはいけるか。え、これさ、あ、待って、パナジウム鉱石あった。これ喧嘩やったら2体かかってくるか。いや、こいつはね、絶対4体捕まえないといかん。1体だけで許して、1体だけで。いや、やばい、2体だ。調子乗ったかも俺これ。怖すぎ。え、捕まってよお前、状態異常かかってんだから。マジ頼むって、せめて1体捕まって。よしよしよし、ワンチャンあいつもいけるじゃん。いや、こいつもワンチャンいける。あ、やばい、キツネビ死んだ。ないもち、やばい、これ俺寒くて死ぬ。お、2体捕まった、2体捕まった。ここへ死ぬ、ここへ死ぬ、ここへ死ぬ。このままだと、ちょっと待って、誰かキツネビ、誰かキツネビくれ、てか服くれ俺に。ここへ死ぬ。あ、焚き火、危ねえ。危ねえ。いや、でもでかいでかい、2体捕まえたのでかい。あ、ナイス、ベニー農園作ってくれてる。で、これ作ってくれてるんだったらこの種まきをこいつにやらせて、苗持ちにやらせて、ペンタがいれば、だペンギンを作業場に出しておけば多分自動でやるんじゃない。こんな自分たちで巻くことある。このゲームで。わざわざこのゲームで自分たちでこの作業しなきゃいけないの。お、ホーロック熱い、ホーロック熱い。それ確かね、味方の闇攻撃上げるやつ、だからネムラムと組み合わせたい。お、俺も何でも知ってるから、マジでモンスターのこと基本何でも知ってるから。いけるかな。こいつ遠距離攻撃持ってんのか。ああ、痛くない、痛くない、弱い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 、3レベルだから弱い。なんかすごい勢いで滑り落ちてたぞ。等速直線運動おじさん、ダメダメ、貴重なパナジウム鉱石使われてんだからこれ。捕まるか。よし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 、レベルアップしたということは、キツネエビのハーネスが解放されて、これにもパナジウムだ。発火期間かける5がきつすぎる。いや、パルギア製作台も作らんといかん。新たな死亡者が出てしまった。育児らしい。また新たな死亡者が出てしまった。みんな突っ張りやんしか持ってない。お前の突っ張りやんはお前が死んだ後も俺の拠点で働かせてやるよ。パナジウムがねえ。おい、さっきパナジウム1個とかあったよな。なんでこんななくなるの。あ、ノーマルシールドナイス。神、おい、世界変わった、マジで世界変わったぞこれ。いや、とりあえず最初の第一段階クリア、ノーマルシールドゲットした。いや、これで一発耐える。一撃で殺されるみたいなことは連続技以外はない、多分。そういうあれはなかった、貫通して死ぬみたい。あ、え、ストゼロ侍、嘘だろ、ストゼロ侍。ストゼロ侍が死んじまったよ。まだ旅は始まってないのに、ほとんど何だった、これ溺れ死んだんじゃね。あ、スタミナなくて、スタミナなくて溺れ死んだだろこれ。ギリギリのところまで行ってんのに。しかもこいつノーマルシールド持ってんだけど。なんで持ってんだよお前ノーマルシールド。これハードモードを一人ソロプレイでクリアできるやつがいたら伝説だよ。伝説だなって。リアルに1万時間とか
プレイ時間とんでもないことになる。もうノーマルシールドあるからこの辺さ、ガンガン勝負仕掛けちゃってんじゃない。俺のウンダコアラ見せるか。いけ、カフェイン摂取。移動速度が上がった。なんか意味あんのこれ、移動速度上がって。あいつを、おら、おう、見せてみろ、お前ウンダコアラ、お前の力を。いけるか。ウンダコアラとか俺一回も使ってないんだけど、普通の動画の方で。何ができるんだこいつ、いけるか。いや、なんかあの辺いっぱいいるけど大丈夫か、敵もうちょいか。やべやべ、あ待って、俺もうな、ない、あナイス。え、経験値しょぼ、 14、 経験値しょっぱ。いやガチで角紙欲しい。え、次は角紙なんだよなこれ欲しいの。まあ、あとキツネビ見たらみんな倒しといてくれ。あれが発火期間が必要だ、無限に。おっ、パナジウムコース、あぶねえ。すげえ勢いでタル蹴ってった。怖すぎだろ。うわ、旅団がいる、旅団が。お、待てよ、あそこにパナジウム鉱石落ちてる。命がけでパナジウム鉱石だけとりあえず。あ、待てよ、これさ、そいつらが死んだという。やばすぎる、やばすぎる。ジン助けて、ジンマジで助けて。あ、ナイス、ペン玉ヘイト買ってんの。ちょ、俺もお前袋、袋行ってこい。これタゲこっちに来んのかよ、危ない。うわぁ。逃げよ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 。フクロウ死んだ。え、まだ生きてる。おお、戻ってきた、戻ってきた。あ、怖い、今の怖すぎだろ。え、あれタゲ変わるんだ、あの俺ら旅団じゃないのに、俺らが攻撃してたわけじゃないのに。近寄ったら襲ってくんだな、ああいう系のモンスターもいるのね。で、おそらく一番最初のボスこれなんだよな、オコチョなんだよな、倒せるとしたら。いやでもオコチョよりも本来はこれ違う島からリスポーンできるんですよ。でこっちの島とかに苗持ちがいて、こっちにホークウィンのボスとかいるんですけど、ただこれ死んだら終わりなんでリスポーンできないんですよね。で、よって行くんだったらオコチョ。キツネビ2体か、ちょっと待って、あの、いや、ワン、いや、さすがにきついか、これ行くならみんなでか。このさ、旅団のとこにいる囚われてるやつがなんだ、何が囚われてる、あれコモップだな。コモップはいらないか。いや待てよ、これさ、思ったんだが、プレイヤーの受けるダメージ4倍ってことは、あいつらも4倍になってるわけじゃないの。そういうわけではないのか。お、牧場作ってる、熱い。これ牧場作ったら羊毛が無限に手に入ることによって布が作れて、そこからまた未来広がるんで。こんだけの人数でかかってこんな時間かかんの。作れる。で、パルギア製作台は布がない、布を俺は作れない。おい、パラジウムめっちゃあるぞ、俺30個あるぞ。やばいでしょ、パラジウム30個はマジ貴重だからね、このパナジウム30個。俺とジンのかけら集めてきた。セキュリティかけたい、このパナジウム。キツネビめっちゃいる、しかもクソ寝てる、これチャンスだ。そんな簡単に、あれそんな簡単にポン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 弓も撃っていいわけではないな、これ。そう、俺も槍1個作っとくか。ノーマルシールドが、うわー、もう怖いよ怖いよ。味方の攻撃が敵の攻撃に重い。みんなで集団行動できてるね、偉いぞ。あ、布ナイス。しかもこれ置かなくてもあれだよ、ボックスに入れたらいける。うわ、ノーマルパラシュート作りてー。ノーマルパラシュート作りてーけど、優先順位こっちだよな。あ、木材がない、誰だ木材使ったの、お前。おい、いきなり消えたぞ木材。ちょっと待って、あいつ弓作りやがった、ありったけの木材で。いや、これで、これで、これで、もう木材使ってないよね。
ねえ、なんで木材そんな使うのみんな。ねえ、84個作んなよお前。ミオちゃん、ミオちゃん、待って、ないから木材ある。あ、ナイスナイスナイス、木材33個ナイス。手持ちにいるときはいい、もう手持ちにいるときは奪われない。もう俺このゲームのマスターなんだから。現状君らまだ発売1日目かもしんないけど、俺もう発売100時間だから、ベータテスターなんだから言うこと聞いて。今現状では俺の方が知識上なんだから。まずこれ作んないとダメなんだよ。でこれを作れば俺はダッコファイヤーがいけるのか。いける、キツネビハーネス作っちゃうよ俺。作ってもう1段階レベルが上がったらネムラムがいける。牙を俺ディアベルハンだから今。リアルディアベルハンなんだよ。キリトにはなれないけど、まあ、じゃあパルギア製作台が作れたんで、次開けるべきは力の石像。いやでもこんなのに10個使いたくないよな正直。これに10個使うの苦痛だけど、でもいやでも作らないと捕獲力上げれねえんだよな。旅に出るか、旅に出てちょっと俺行ってくるわ。捕獲力上げてくるわ俺。向こう側がだいぶ世界変わる。そうだよ俺解放してるから。まあ、ノーマルパラシュートだな欲しいの。布ってこのゲーム こんな貴重だったっけ。布の枯渇具合がすごいんだけど。よし、これで落下死はなくなるぜとりあえず。おい、パナジウムの山だあそこ。てかね、向こう側にあるんだよね石像。やばい、ノーマルパラシュート貧弱すぎる。俺もうギガパラシュートみたいなの使ってるから感覚狂うわ。え、楽園やん。ここに拠点建てたいまであるな新しく。先に暗くならないうちに石像だけやろう。こういうの燃やしとこう。大事大事、こういう雑魚っぱ燃やすの大事。勝てるやつに的確にね勝負挑んでいこう。採掘場と伐採場があったら変わるんじゃないか。だいぶここです。あのここ最初の拠点建てポイントに一番いいんで、みんなここ使ってください。こう金属鉱石とあの木無限にあって、でなおかつここに錆びれた境界があって何かと便利なんで、とりあえずみんな始めたら、あの金属鉱石無限に必要になるからこのゲーム最初から最後まで。金属鉱石だけね生産できないんですよね。さあそしてここの中に石像とクレリス像がある。宝箱もある。鍵がない。はい、次4つ。お、ダークボール覚えた。いやこれこの破砕機目指そう。破砕機がねマジで作りたい。お、でもなんかみんなで一緒に冒険してるわあいつら。楽しそうなことしてる。いった、ちょっと油断した。わあ怖い。ああ、危ない危ない危ない、死ぬとこだ今の。もう一体いた。油断しちゃいけねえマジで。オッケー、シールド回復した。シールド回復したのであれば捕まえよう。6レベルは6レベルは捕まえたい。いやダメだ、これ雑談してて油断した瞬間に殺される。もう殺していいそいつ出てきたら。ああ、使われならいいよ、使われならいいんだ。忘れちまうぜこのゲームがハードコアだってこと。闇の炎をまとってる系のやつがいっぱいいるんだけどね、あれ全部かっこいい。あ、待って、死んでる。おい、死人が出た。誰死んだ。ミオちゃんじゃない、ジンでもない。え、これ誰が死んだ。嘘だろ、順調だったのにここまで。もうちょっとで8レベルだったのに。何で死んだんだあれ。この死骸取りに行くときも怖いんだけど。死骸取りに行かねえと、あいつの積み上げてきたものが死んだ場所分かりやすすぎて笑うわ。あ、ネムラム捕獲しようとして負けたんだこれ多分。ネムラムに負けたんじゃねえ。あ、卵ミルフィーもアイナボホーロック結構頑張ってる。結構頑張ってる、焼き鳥とか作ってんのに。さらば。なに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 
待って、本当にやだ。え？これ追ってくる、これ。やばい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 、待って、俺滑れない、溺れる溺れる溺れる、危ない危ない、足ついてやばい、足ついてやばい、この後滑れない、やばい、どこ足つくの、どこ足つくの、足ついた、足ついて、あいつは、あ、溺れてる、ざま、マジざま、終わったと思った、待って、なんで足ついてんの、お前、怖い。青木死ぬとか行くさ、ちょっと待って、お前許さん絶対、おいやるだけやって逃げんな、なんでこの3レベルのイノボーに恐れおらなきゃいけないんだ、信じられないから喧嘩やった俺、やばい、危ない、助けて誰か、あ、ナイスジン、こいつもうハンターのジンに呼ばれてきた、そんぐらい有能だ、助かった、危ねえ、これを採掘場の隣に作るのがいいですね、岩は多分だいぶ溜まってるんで、マルチプレイの時は作業速度いらないな、本当にどう考えてもハードモードスタミナ必須だ、落下死だけはなりたくない、よし、これで拠点のレベルを上げれて、パナジウムも一応作れるようになったけど、石の方が足りてない、お、作れる、革命始まるぞこれ、革命始まる、よーし来たー最高の仲間たち来たー、これで俺はまた一つ強くなれる、これ全員ね、今いるメンツはネムラムを捕まえた方がいい、10レベル、ちょっと俺さ拠点立て直した方がいいかもな、一回みんな拠点集合、これ拠点動か、あれ違うところに動かすぞ、よーし新しい拠点立てました、まあ、ここで金属と木の問題は大丈夫でしょう、じゃあとりあえず最初の目標であるネムラム艦隊作って拠点を移すとこまで行けたので、次の目標としては無限に溜まってる卵を孵化しないといけないよって、え、待って、苗持ち、ちょっと俺苗持ちなんか連れてきたくないんだけど、次はボスを、最初のボスを何か一体でも倒すというところに行きたいんですけど、現状行けるボスはこのオコチョ、これドラゴン氷なんで弱点は、氷か炎ですね、まあ、氷か炎ってなったら、まあ、結局キツネビが最強なわけで、キツネビとネムラム艦隊を連れてあのオコチョを倒してテクノロジーポイントを、古代テクノロジー1ポイントもらって卵孵化器を解放するまで行きましょうか、てか多分今俺あれにこのメルパカに勝てる気がする、レベル低いけど8レベルのメルパカからいくか、おい、うん、いけるメルパカいけるわ、これネムラムが弱点つけるから、むしろ経験値のかもか、これ射線に入っちゃった、やばい、スタミナがない、怖いスタミナがないのが怖いよ、燃えてる、状態異常かかってる、次のネムラムであれ死ぬ、あーナイス、殺すんならいい、スタミナ切れて死亡だけ、それだけ気をつけよう、あぶれ、やばすぎる、こういう感じですよ、ハードモード、いや順調だったのに。